ソウル市中区のソヤン北町は、ノージャパンの旗をおさむそいに掲げるパフォーマンスを展開するも、当日にこれを撤回した。側長は6日午後、フェイスブークを通して、日本政府の経済報復に国民として対応するとの趣旨で始めたが、心配をおかけして申し訳ないとし、旗を下ろすことにしたと明かした。 旗を撤去した理由について、総長は、ノージャパンの旗は、日本政府と日本国民を同一に見てしまい、日本人の皆さんへ不必要な誤解を招く恐れがあり、また不買運動は国民の自発的な領域である必要があるとの批判を受け止め、撤去を決めたと説明している。